皆さん久しぶりです。南国神々の島から、おはよう、こんにちは、こんばんは。ドイバリカチャータのドイちゃんでございます。ですね、今はですね、メリアバリホテル、ヌサドゥアの方にあるホテルなので来ております。今日はですね、こちらで、お客さんを迎えに行って、それから、1日観光ということで、皆さん、ぜひ最後までこの動画を見て、チャンネル登録もよろしくお願いします。ここがメリアバリホテルなので、すごく、素敵なホテルですね。ですね、今はバトブラン村っていうところに来ております。でここでバリブヨを見に来ます。ここはお寺ですね、プラプスバトブランっていうところですね。はい、今はですね、ケーチャダンスとバルーンダンスのステージに来ております。一応お客様がバリブヨみたいです。このバリブヨは毎日朝9時半からスタートです。ブドウの途中にあるステージですね、バトブランというところにあります。ブドウ観光行く前にここでバリブヨを楽しめることができます。はい、ゴアガジャに到着です。お土産屋さんもいっぱいあります。こういうところにね、値段書いてないんですよ。一応こういうところで買い物すると値段交渉しないといけないんですね。値段交渉できる人は良いんですけど、わからないとぶったくられる。はい、こちらでまずチケット買ってください。ストーリーは5万ルピアでございます。前の方からですね。おお、久しぶり、あっぱかばー。どうじゃんせんたいのすわすてやすと。いいばんどろべ。わお、うれんじゃんにたとかにしらじゃんに。すごいすごいね。すごいね。おお、あれ、merak-merak ini lipi ya nih. Lelen. Oh, lelen ini pidan-pidan tuh bukan nih. Negeri 15. Oh, 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 oh. 15 ya. Hai, ima gua gajah des. Ini nih. Hatsi kedo nih. Hatsi des.で向こうがですね、2つ沐浴場があってね、そうですね、それは男性と女性の場所が分かれて、昔はよく沐浴に使われるんですけど、最近は全然使わない。水があんまりもう出ないんですよ。そう、自然の水です。で、この屋根がなんていうかな、日本語で知ってる、白川郷、白川伝統的な、そうです、あれがかやぶきなんですね。かやぶきの屋根なんですよ。結構長いもつだね。結構長いんですね。でここが14世紀からの、遺跡なんですね。古い古いですよ。であそこの中には洞窟があって、その洞窟には瞑想する場所なんですね。で中の方にはそういうガネーシャがあって、知恵の神様で、よく子供たちが、ローカルの子供たちが、試験を受ける前にここにお祈りして頭がパーになりますよ、ね、そういう感じの場所なんですよ。一応学生たちがよく来てるエリアなんですね。行きましょう。でこの石も全部、もともと昔ここで全部お寺だったんですよ。ここ潰れちゃったお寺がまだ残ってる。だって14世紀からだろう。この木はでっかいんですけど名前わからないね。でここでさ、一応それも聖なる水だから、手
洗っても平気よ、そこから行ける、行ける、あの出るとこ、下の池の水じゃなくてあの出るとこですね。はい、皆さん今ですね、私が、ゴアガジャの方に来ております。今日の観光もですねたくさん、行くんですよ。今はゴアガジャ遺跡の方に、まあ、ここも日本人にとってはすごく人気な観光地です。はい、ゴアガジャです。Oh, sorry. で、こういうちっちゃい穴があってね、ここで瞑想するんですよ。ここに座る。そう、座って瞑想しますね。いっぱいあるんですよ、そういうのが。はい、全部こちらもね、瞑想する場所なんですよ。はい。まあ、昔はスピリチュアルの方、今でもまだやってるんですけど、スピリチュアルの方々が、まあ、夜こういうここに来て瞑想するんですよ。でこちらがガネサ様。ガネサ様は知恵の神様なので、まあお祈りしたいんだったらどうぞできます。そうです、はい、そうですね。でこちらがですね、バリ島で一番大切な神様と言われる、赤いの方がブラハマ、ブラハマ、ウィスヌ、シバ。ウィスヌは水の神様、火、水、風。そうです。日本で言えば三味体。でこれがですね、お供え物なんですよ。毎日こんな感じのお供え物を捧げます。暑いんですけどお腹は。そうだね。スピリチュアルとかやってる人たちはね、夜にここに来るんですよ。そう、昼間は観光客が多くて夢中できないね。チューズ。はいはいはい、次は今ティルタエンプル寺の方に来てます。ティルタエンプル寺はタンパシリン村っていうところにあります。一応世界遺産でございます。はい、ティルタエンプル寺ですね、向こうでチケットの場所なんですね。でそこに渡して、はい、であの石像はですね、あのインドラっていう神様、インドラの神様は、まあ、天国の神様なんですよ。でここの話はですね、昔あの偉い人がいて、その偉い人はちょっと悪い人だったんですね。で神様にお祈りするんじゃなくて、俺にお祈りするんだよ、俺が神様だから。それであのここの人々がそれ嫌になっちゃって、悪い人とも分かってるんだから、それであの川に流れてみる水に毒を入れて、それであの村の人々が病気になって、でインドラの神様が来て、でそこの中にあの棒をあの立つんですね、ポーンって棒で、それで水が湧き出て、それが、まあ、あのその水がですね、なんていうかな、あの薬みたいな感じで、それからここに来て、まあ、あの沐浴する人が多いって感じです。そうそうそう、そういう感じですね。この木もでっかい木です。ガジュマルの木ですね。でかでかでここが世界遺産だからユネスコの看板ですね、そこにあります。2012年世界遺産になったばかりなんですよ。10年ぐらい。そうですね。でまずここでまたあの先みたいな感じサルーンを巻くんですね。
で、あの上の方にですね、あそこは別荘があるんですよ。あれは大統領の別荘、スカルノ大統領の別荘ですね。はい、今ティルタンプル人に来ております。する前ですね、する前にお祈りして、それから沐浴して、で終わった後にもまた奥の方にお祈りするんですよ。ティルタンプル人、それです。ここが沐浴の場所なんですね。で、順番からなんですよ。向こうから始まって言うと、あの隣のところまでですね。すごいでしょ。まあ今日沐浴すると、ね、手間かかりますね。順番待ちだもん、ここ。あるある。Any kind of a negative thing or bad luck.いいよ、そのまま行っちゃって、ここ順番待たないんだから。はい、ですね、ティルタンプル人世界遺産沐浴の、ところはですね、すごい今日は沐浴しに来てる人たちがいっぱいいますね。あ、バリ島から、沐浴もやりたい方がいたら、ぜひドイバリカチャーターをご利用して、ここまで案内することができます。で、これがですね、バリ語なんですよ。まあ、インドネシア語はローマ字で、バリ語はもう全然違うんですよ。だから言葉も全然違う。で、ここの中に入りましょう。で、ここに池があるんですよ。そうですね、そこにその棒を刺したとこで水が湧き出るとこですね。そこです。すごい綺麗です。で、ここが御本尊ですね。お祈りする場所です。普段、まあ、ここで地面に座ってお祈りするんですよ。はい、今はティルタンプル寺に来ております。暑いです。皆さん、最後までこの動画を見て、チャンネル登録をよろしくお願いします。金玉に高原でございます。まあ結構ここはもうあれなんですよ、寒い。寒い、うん、寒いっていうか涼しいかな。冬ほど寒さじゃないけどね。冬はもっと寒い。こっち、うん、冬ないもん。あの山です。バトル山っていう山ですね。はい、皆さんこんにちは。今はですね、金玉に高原に着きましたが、はい、金玉にで今、バイキングのランチです。場所もすごく綺麗ですよ。
はい、皆さん、金玉に高原はこんな感じです。向こうの方が湖になります。ちょっと今は霧があってなかなか綺麗じゃないですね。はい、こちらのレストランの雰囲気はこんな感じです。レストランからご飯食べながらこの景色を見れるんですね。山の景色なんです。はい、皆さん、今はですね、金玉煮の後はテガラランライステラスの方に来ています。はいはいはい、トレーキングとか好きな方はここも良いです。はい、皆さん、ドイちゃんです。ドイバリーカーチャーターのドイちゃんでございます。バリ島旅行からぜひ、俺らドイバリーカーチャーター、ドライバー兼日本語ガイドをやってるので、ぜひ、バリ島旅行はドイバリにお任せください。いろんな場所に、ご案内いたします。ご予約はですね、 LINE ID、ドイバリさんで検索すれば、僕の、LINE ID が、僕の LINE とつながるので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。はい、じゃあ次はですね、ウブドの方に観光行きます。ちょっと車ガラガラね、この辺ね。よかったけどね、この方がやっぱ王宮の前の方が人がいっぱい来るんですよ。はい、皆さん、お疲れ様です。そんな感じでですね、今日の観光はもう終わりました。今はですね、お客さんがウブドエリアで散策してるんですが、まあ、ここウブド散策終わってからホテルに戻ります。観光は楽しかったです。次の動画もお楽しみにしてください。またバリ島旅行からぜひドイバリカチャーターをご利用してください。ご予約はですね、下の概要欄にチェックしてみてください。忘れなくチャンネル登録よろしくお願いします。それではドイちゃんでした。